状況移民記念館は、中谷村元省や、田中助を中心として1686年に、松本藩で起きた、百姓一期、状況騒動の検証、及び騒動に関する、広域的な保管施設として1992年に、建てられた安住の私立の記念館である。かすけたち移民の業績は単に、 年貢軽減のための経済闘争にとどまらず、死の交渉と言われた身分制度の厳しい封建社会において、俺たち百姓も人間として生きたいんだと間に願ったことにある。それは現代で言えば人権主張であったと捉え、これを後世に伝え、安住野の重要な歴史を永続的に検証していくこととして、ふるさと創生の一環としての意義も含めて、 人間として生きる権利の主張をテーマに設立された。ハの字に設計された建物には、義民たちが来てくださったお客様を両手を広げて、お迎えしよう、との意味が込められている。外壁のタイルは、騒動に参加した1万人の百姓たちを象徴している。硬いタイルをがっちり組んであるのは、上からの権力には潰されないぞという儀民の意志の強さを表している。ホール天井は、 左率の傘を模したものである。車会場の意もある。正面入り口左には、日本国憲法第11条12条が、右には、世界人権宣言第1条の碑文が日本語と英語で書かれている。館外には、井戸があり、地下130メートルから汲み上げた水を海岸に合わせて流している。移民の清よら傘を表していると同時に、潤す意も込められている。 夢道場では騒動の天末を切り絵で立体映像化して再現した状況移民物語が随時上映されている。2002年11月には第6回全国移民サミットが状況移民記念館10周年記念として当館を中心に開かれた。2008年3月には田んぼの真ん中に世界人権宣言の碑文ということでルイーズ・アルブール国際。 連合人権高等弁務官の目に留まり、国連人権高等弁務官事務所のホームページに、当記念館の写真付きで取り上げられた。2009年11月には、第12回全国議民権召集会員あずみのが開催されたが、当記念館も会場の一つであった。状況議民記念館条例。ありがとうございます。